狙いはね、ノロ。ノロただ一つ。頼むぜ、ノロ。来てくれ、ザンテスケ。来てくれからのザンテスケ。よし。頼むぞ。よし。頼む、ノロ。パカリ。おっと、タナゴか。タナゴさんじゃないですか、これ。タナゴさん。ラインナップはね、よじゃん。うわー、かっけえ、ノロ見て。ノロとね、タガメ欲しい。けど最初はノロ。ノロをゲットしてからの全種コンプ。あと、カエルもいいよね。じゃあ、二つ目。いったらぞ。斬鉄剣で。よし。頼むぞ。来てくれ。ノロよ、降臨してくれ。頼むぞ。頼む、ノロ。おっと。ちょ、待って、なんだこれ。マジ、ちょっと待って。待って待って。ノロじゃねえ、これ。これ、ノロだよね。マジ？うわ！バラバラ！斬殺されてる！おっとおっとおっと！やった！マジかよ！うわ！やべえ！マジ？これ地雷来たんじゃない？うわ！じゃあ俺や！ノロ！うわ！美しい！一つ目のようで、なんとも不気味。うわぁ、すげえなぁ。前回のミジンコのさ、ガチャもすげえ美しかったけど、こっちのノロもさ、やばくない？じゃあ早速、ノロ組み立てようか。ちょっと待ってくれって。もうこの時点で、ドストライク。うわ、美しい。見て、もうこの時点で、美しくない？半端ないぜ。めっちゃかっけえ。目がね、入った中に、守られた、副眼が。うわぁ、美しいぜ、マジたまんねえ。内臓入りました。いや、いいね、内臓。うわぁ。もう内臓で美しいもんな、こいつ。見て、このフォルム。フォルム、モンスターすぎんだろ。やばく、うわ、美しい。見て。いやぁ、かっこいい。やばい、これね。これ本気でやばいわ。これダメなやつでしょ。めっちゃ美しい。こんなやついんだね、ほんとに。うわ、見て、この美しさ。これ目の前に来たらもう土下座レベルでしょ。神々しすぎる。やったー、すげえるし。タナゴすごいわ、クオリティ。見て、この鱗感。半端なくない？本物みたい。あと目がすごい、目。目のクオリティが、いや、これ本物じゃん、もう。魚ってさ、すごい綺麗だよね。フォルム。めっちゃ美しい。こうやって改めて、まじまじ見てみると、すごい美しくない？ヒレがあってさ、鱗があって、エラがあって、いや、すげえな、魚。人間ばっかり見てるとさ、人間にさ、見慣れちゃうから、人間と違ったフォルム、姿、形したさ、こう生物見ると、めっちゃ興奮するよね。すげえな、同じ命なのにさ、同じ生命なのに、こんだけ違うんだからね。うわー、俺もエラ欲しいな、エラ。エラがすごい欲しくない？水中でも呼吸ができるっていうね。あとこの目。目もいいな。で、本番。ザン！ノロ先輩ですよ、ノロ先輩。うわぁ。ノロ先輩半端ねえ。何このボルメ。どうしてこうなったこいつ。すっげぇ。なぜこのようなフォルムになったのかね。すげぇ気にならない。うわぁ。いや、これやばい。これ何このタンクみたいなの。ここにあるさ、タンクないこれ。なんか詰まってんのかな。いや、ちょっとノロについて研究したいね。なんかもう、戦闘機みたいじゃない？未来の戦闘機みたいな形してる。うわ、すげえ。これ水の中入れたいんだけど、マジ。超かっけえ。ここまでのフォルムになると、本当にこれ神様って言われるよね。これででかかったら、これで2メートル級だったらさ、マジ神様じゃない？崇められるよね。こんなもん。すげえかっけえ。もうエイリアンじゃん、エイリアン。マジでかっけえ。本場のエイリアンにもさ、引けを取らないかっこよさだよ、これ。本場のエイリアン。ほら。すごくない？引けを取らないよ、これ。すげえ美しい。ダブルエイリアン。すげえかっけえ。いや、クオリティがすごいね。どっちも。めっちゃ美しい、ノロ。後ろから見てもかっけえ。やばいな。超美しいんだけど、マジ。半端ねえぜ。やべえ、めっちゃもうダントツじゃね？美しさ。ノロ。半端ねえ、かっけえ、マジで。あとね、土のこと、山椒ごとはもう気に入ってんだよね。めっちゃ萌えじゃね？こいつら。やっ
たー、すげえコレクション増えた。半端、いやーかっこいい。うわーかっこいい。なんじゃこいつ。マジかっけ。ほんと酒飲みてえわ。これさ、ちょっと待てよ。デスピーとさ、並べるか、デスピーと。デスピー降臨。きたー。うわ。うわ。これもダメだわ。これもダメなやつだわ。すっげえかっこいい。もうクオリティがさ、半端ないもんね。組み立てちょっとむずかったもん。クオリティ半端なすぎて。うわ、すげえ。なんじゃこいつら。ほんとにかっこいいね。やつ、キノコも美しい。いやー、デスワーム出してくんねえかな、モンゴリアンデスワーム。このさ、カプセル Q のやつでさ、モンゴリアンデスワームを出してほしいよね。モンゴリアンデスワーム飾りてえわ、並べたい、こいつらと。めっちゃ美しい。完璧すぎる。目玉やばくない?これ。怖すぎ。怖いけど美しいって、いやー、たまんねえ、マジ。いや、こんなフォルムになってみてえな。どうやって体動かしてんだろうね。俺らがさ、手足動かすみたいに、自由に、まあ、動かせるんだろうね。やっぱこういうフォルムしてんだから。いや、すっげえ、このタンクなんだ、このタンク。すげえな。うわぁ。もう見れば見るほど、涙出てこないこれ。なんでこんなの生きてんのマジで。人間と全然違うね。でもさ、向こうから見たらさ、俺らもおかしいんだろうね。なんでお前らそんな格好してんだよ、みたいな感じなのかな。いや、美しい。生き物っていいな、やっぱ。すっげえ。うわぁ、美しい。ここの部分見て、ここの部分。つうか、クオリティがね、本当に高いから、興奮度増すよね。もうクオリティが半端ない。見て、この内臓感。いやぁ、詰まってる感たまんねえよ、ほんと。このタンク気になるんだ、もうタンク。いやぁ、かっけえ。この可愛いお目目ね。完璧すぎる。よっしゃ、ということで、今回なんと、一撃で、ゲットしちゃった、ノロ。やったぜ、マジ、パネ嬉しいんだけど。で、次回はね、タガメだね、タガメ。タガメ先輩で、お会いしましょう。最後はね、もう全員集合バイバイ。もうこれ全部気に入ってっから、ちょ、デスピーは違うシリーズだけど、もうデスピーも大好きだから、フォルムね。こんな生物マジでいたら、まあもう、やべえよ、もう。もう痺れるぜ、もう、半端ねえぜ。いてほしいよね。こんなもう、5メートル級のさ、こんな生物、いやー、痺れる。ほんと生き物ってラブだよね。よっしゃ、じゃあ次回は高めでお会いしましょう。もう最後はね、ノロのアップで、締めるか、ノロのアップ。うわー、美しい。これ締めにバッチリじゃない?かっこいい。美しすぎ。もうラムだ、ノロ先輩。半端なすぎ。